リストバンドしてる人って最近見かけなくなりましたね。はい、どうもシャマです。さあ本日は第15弾転生編の第2弾ですね。シークレットオブヒドゥンギアということで、かなりヤバいボックス入りました。一応狙いとしてはこのバジュラズソウル、そして精霊アルファディオスですね。こちらの2枚を当てていきたいと思います。まあただね、スーパーレアが1枚か2枚なんですよ、ワンボックスに。で大体1枚とかなんで、当たる確率ね相当低いと思うんですが、思い出回収するたびに行きましょう。よいしょ。巡礼者ネレイズ4マナ4000コスモウォーカーですね。イラストはでも結構いいですね。めっちゃ見てるなこいつ。アクアムーンエッジ、あ、転生編っぽいね。なんかね、フィーフィーとかね、アクセル効果が多いですね。ウラヌス、そしてパワードマスクですね。まず1個目のクロスギア、シードトリガークロス、かっこいいですよね。ベリー枠はなんだっけ、後期マリアンナとか入ったな。クロスギアのスーパーレア欲しいですね。アイスメデューサ、エイレイ貴族、ムーンライト、ちょっと使ってみたいんだけどね。メタモーフっていう効果が、マナドーニカード7枚以上あると発動する効果で、こいつ破壊されると2体ね、クリーチャー回収できますと。ダークロードデッキだったらちょっと採用価値あるかもしれない。リアリティボイド、あー、ここに入ってたんだ。次の自分のターンまで、相手は自分自身の手札をマナゾーンに置くことができないと。これとね、魔天降臨というカードを合わせるとですね、相手のマナゾーンが全て手札に行って、その後マナに置かれないということができます。リアリティボイドいいカードですね。ウィンズセイでクイックディフェンス、あー、ブロッカーつくトリガーですね。はい、で、シルコルドロン、相手プレイアタックできません。チパティアス、ギュルカス、あー、ギュルカスクロスギアサーチ、なかなか珍しいですよね。お、緑神竜ダグラドルグラン、ダブルブレイカーアクセルのクリーチャーで、これは珍しくね、レアのカードなんですが、原作にも登場するカードですね。普通にまあ6万6000も悪くないよね。ブレイクしたシールドは手札じゃなくてマナゾーンに行くっていう。まあだからシールドトリガー発動しないということですね。意外とすごいカードではあるんだけどね。これベリーレアルとかでも良かったんじゃないかな。ダグラドルグラン、アカムエッジ来るか。お、後期マリアンナ、ベリーレア枠ですね。アクセルでアタックするときは山札からシールドトリガー付き呪文を唱えられるっていうね。こちら早速ね、もうスリーブに保存したいと思います。これちょっと PSA 鑑定出してね、銃を狙っていきたいと思います。イラスト小一さんだったな。これフェアリースコップ、はいはい、コンボですね。マキシマムディフェンス、ミントミラージュ、クロスギアがめちゃくちゃ多いですね。バブルランプ、お、レッドライダースってこの段なんだ。墓地にレッドライダースがいれば相手のマナ破壊するよって、結構恐ろしいクリーチャーなんですよね。一時期速攻デッキに入ってました。フレンジードラムからのリーンセウス、はい、セイバークロスギア面白い。式神ハンター、はい、フルスロットサージェント、タップトリガーで何でもクロスギアね、コスト無視して付けられるっていうコンボカードですね。初期の段はレアが渋いですね。全然出てこないな。あ、デスハープ、今デュエプレでも出てますね。5万8000スレイヤーシュートリガーですね。グローリーマッスル、あ、懐かしいね。4、5年前ぐらいかな。侵略というギミックね、アタックするときに上から進化クリーチャーが乗るっていうギミックで、パー6000以上のクリーチャーがアタックするとき上から乗ってくるっていうギミックで、2ターン目にね、パワー1万1000を出して、かつサーチ能力を持ってるみたいなね、カード、わらしベイベーっていうカードと一緒にね使われてましたね。これ確かね、高騰してね、3、400円ぐらいまで行ったはず。なかなかレア出てこないね。あ、インフェルノシザース、懐かしい。クロスギアとか早くデュエプルでもやりたいですね。お、メタルカオスドラゴンですね。勝負くん使ってたな、これ。初めてアタックするときに、アタックの後このクリーチャーアンタップする。その後にね、ボルバルザークシデンドラゴンというカードが出るんですけどね。それの前の2回アタックできるというカードで。イラストいいですね。めちゃくちゃかっこいい。しっかりと保存させていただきます。ほんとスーパーレア枠にかかってるって感じだからね、これはね。お、パクリオ出た。この頃全然強いと思わなかったな。相手の手札見てね、それをシードに加えるっていう、まあ手札破壊の中でもかなりの強さを持つカードなんですが、私が復帰した時、バリッバリ現役でしたね、パクリオさん。デスチェイサー。はい、ありましたね。デススモークのトリガー版。いやー、この感じスーパーレア1な感じがするな。ハンマーヘッドクラスター。そろそろ来そうだぞ、ちょっとこれ。怖い。ほい。おー、アドミラルクイーン、アドミラルクイーンだったんだ、スーパーレア枠。これはこれで、ありだね、これね。カードキングダム3。これにちょっと入れとこう。イラスト、めちゃくちゃかっこいいよな、これな。秋葉原のエルドラードにもね、置いてたんですけども、売れちゃいました。人気カードですよ、これはこれで。やっぱ原作とイラストってところですよね。アドミラルクイーンもね、やっぱ原作の静香ってキャラクターがね、使ってて、毎ターンこうタップトリガーでね、相手のマナゾーンのカードを戻すみたいな。しかもこれ進化クリーチャーなんで出た瞬間から使えるんだよね。アドミラルクイーン6マナ4000か、これ。パワー低いけど確かにね、使えなくはなさそうですしね。これも PSA 鑑定出してね、1段階から10段階まである中の10を狙っていきたいと思います。
これはなんだかんだ言って嬉しい。こういう結果に終わっても嬉しいわ。ベリーはまだ出そうだね。残り6パックか。もう1ボックスあげたいぐらいだな。バリアントスパークね、これもいいカードですよね。7万以上シードがあればホーリースパークになって、足りなければ1体タップ、まあそれでも十分仕事はしますね。バブルランプ、よいしょ。デスブラッド、ベリー、これはスーパー1のボックスか。やばい。本当に当時はね、封入率渋いんで、私が昔のカード欲しくなるのもわかるでしょ。こんだけ当たんないんですよ。こんだけ当たんないとね、まあ地上に出てる枚数も少ないってことですよね。勇気のたまちゃん、リアリティボイドカーの、よいしょ、アクアパトロール。あ、なるほどね。こんな前から出てたんだっけ。これはご存知ですね。菊池師範代とね、組み合わせて使われる菊池パトロールというコンボによって禁止カード、プレミアム連動に封じ込められたカードです。めっちゃ簡単に言うと、菊池師範代って3マナの闇のカード出して、これ出すと、相手のシールドがね、山札の中に全部飛ばされるっていう仕組みになっております。まあ本来はですね、そのシールドを入れ替えして、相手がなんかエメラルとかでシールド仕込んだりしたら、とこめがけて、そのシールド変えちゃうよ、みたいなことを狙ってたんでしょうけど、3マナプラス4マナでね、シールドを全部5枚山札の中に、まあ全部か、全部5枚以上山札にね、送って、しかもダイレクトアタックまでできるっていうね、コンボが出ちゃうと、禁止するしかないですからね。ある意味、デュエルマスターズ史にね、残るカードでありますので、こちらもね、しっかりと保存させていただきたいと思います。これじゃあ、チャンス。もう、チャンスないからね。はい、ということで本日は、転生編第2弾の、シークレット・オブ・ヒドゥンギア、開封していきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんの思い出のカード見つかりましたでしょうか。アルファディオス、バジラズソウルはね、当てることができませんでした。このアドミラルクイーンも、これはこれでね、美しいカードなんでね、やっぱ転生編のカードすごい好きだな。ドルバラムから始まってね、ボルベルグクロスドラゴン、クリスタルツバイランサー、本当に魅力的なカードが多い段なんで、またちょっとボックス安く手に入ったらね、開けてみようかなと思います。その他に皆さんの中でね、このボックス開けろ、ちょっとこれが見てえぞと、いうことがございましたら、コメント欄にぜひよろしくお願いします。秋葉原のですね、エルドラードというお店をオープンしました。コレクションカードの専門店なんで、この頃のデュエルマスターズやってたという方はぜひ遊びに来てください。今いろいろ大変な時期かと思いますが、動画はね、しっかり更新していきたいと思います。では、シャマでした。さよなら。